一番くじ、呪術改戦、海玉玉説、3が6月29日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回700円で、1ロット70本ですので、すべて購入したら4万9000円になります。A 賞はアクリルボード、放課後です。アニメ、呪術改戦第2期、海玉玉説エンディングの1シーンを一番くじオリジナルで書き下ろし、呪術高専時代の5人の、 放課後を描いた大型アクリルボードです。当選確率は70分の1で1.43%です。B 賞はアクリルボード、五条悟です。アニメ、呪術廻戦第2期、海玉玉節エンディングに登場する、五条悟の1シーンを大型アクリルボードで再現。当選確率は70分の1で1.43%です。C 賞はアクリルボード、下藤すぐるです。アニメ、呪術廻戦第2期、 海玉玉雪エンディングに登場する、ゲトースブルの1シーンを大型アクリルボードで再現。当選確率は70分の1で1.43%です。D 賞は五条悟のフィギュアです。アニメ、呪術回戦第2期、海玉玉雪の複雑な感情が入り混じるラストシーンをイメージした、五条悟をフィギュア化。当選確率は70分の2で2.86%です。E 賞はゲトースブルのフィギュアです。アニメ、 呪術回戦第2期、海玉玉節の呪術光線の制服を捨て、新たな道を行く、下等すぐるをフィギュア化。当選確率は70分の二で2.86%です。F 賞はクリアポスターです。アニメ、呪術回戦第2期、海玉玉節に登場する主要キャラクターをクリアポスターで再現。当選確率は70分の十2で31.43%です。G 賞はハーフタオルです。アニメ、 呪術回戦第2期、海玉玉折に登場する主要キャラクターのタグがついた面性タオル。当選確率は70分の18で25.71%です。H 賞はラバーチャームです。アニメ、呪術回戦第2期、海玉玉折に登場する主要キャラクターのラバーチャーム。黒ベースタスキャラクターカラーでデザイン。当選確率は70分の23で32.86%です。 ラストワン賞は五条悟のフィギュアでラストワンバージョンです。アニメ、呪術廻戦第2期、海玉玉節のサングラス越しから笑顔を見せる、五条悟をラストワンバージョンでフィギュア化。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。